ハンク町田さんです。はい、どうもお願いします。じゃあよろしくお願いします。すいません、ご無沙汰しております。カラカルっていう山猫ですね。あ、カラカル、こっちがマーラで足が長いやつ。こんなでモルモットですから。これ痛い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 。はいはい、あっ、練習タレント犬。はい、なんかよかったね。お前蘇生を手伝ってほしい。はい、蘇生をやってほしい。蘇生、帝王切開して子供のがありしてるみたいなんで。それは入ったらダメでしょ。いや、いいですよ。いいんすか。犬によって自力で産めるのと産めないのがいたり、あと陣痛が弱いのだとか、あとは逆子だったりとか、お腹の中で育っちゃってると子供が、そういう時なんか帝王切開出すのが多いです。特に小型犬は。あ、そうですか。うん、あとまあブルドッグとかパグとか、あとはフレンチブルドッグとか、そういうのは帝王切開多いです。あとチワワなんかも比較的。それなんですか、鼻のこの低い子が。そう、鼻が低いというか顔がでかいんですよね。顔がでかい、あ、そういうことか。あと鼻が低いのも確かにそう。丸っていうのは結構突っかかってるんですよ。初めちょっととんがってるぐらいの方が出やすいんですよ。でこの子はなんか前回も帝王切開でも一回出してるらしくて、パロさんが呼ばれたのは何をするんで呼ばれたんですか。蘇生するんです。どっちを。生まれた赤ちゃんって要するにこの簡単に言うと気絶症だした状態なんですよ。ですからそれを読み、ね、呼吸自分でできるようにしてあげないと。 あと蘇生する人の技術もかなり重要ですけど、獣医師もかなり重要で、赤ちゃんに麻酔がかからないように素早く処置していくとか、そういう一つ一つが必要になってくる。うん、今からここでやるはるんですか。ここでやります。え、いていいんですか。これは いいですよ。いいんですか。すげえ。うん、はい、ちょっと待ってくださいって。え、やぶいてやぶいて。赤ちゃん、うん、うん、はい、反応いいや。それは呼吸してる？うん。こっちもちょっと、これはなんとかなりそうだ。起きた。なんかあったー。ほら、動き出した。うわー、よかった。動き出した。はい、いいよ。はい、赤ちゃん。うわー。うわぁ、はい、あ、よかったね。はいはいはい、お、泣いた、お、泣いた、よかった。はい、うん、元気だ、元気だ。これ2頭は確実だった。はいはい、あ、泣いた、よかった。あ、よかった。うわぁ、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、頑張れ。
もうちょっとだな。あ、動きしたか、ちょっと。うん、ちょっとずつ。よし。うん、よちよち。泣いたら安心なんですか。うん、とりあえず泣いたら安心ですね。思いっきり声が出せるってことは肺に空気が入ったってことで、はい、初めこれ肺って潰れてるんですよね。空気が入ってない状態だから。うん、泣いた。泣きました。泣いた。よっしゃ。うん。やっと泣いた。うわ、よかった。ああ、よし、ほら、ほら、ほら、よし。ああ、すげえ、うわ、すごい。ああ、よかった。まあ、とりあえず安心かな。すごい。よし。よし、はい。はい、4つ並んでください。うわ、まあ、こいつはほど元気じゃねえな、でも、うん、元気、はい、おはよ。あ、でもよかった、とりあえずよかった、すげえ。あ、ちすごい、我が子も立ち会ったことないのに。よし、すごいわ。肺とか心臓とか臓器をマッサージされてるんですか。蘇生ですね。それでまだ肺も使ってないんで、はい、で普通に生まれてきた赤ちゃんだったらば自分でこうひっくんひっくんなんですけど、そうひっくんひっくんなるようにマッサージして促してる、うん、あ、ここにボンボン振ってたのは鼻とかとかに羊水が溜まってると、吸う時にそれが引っかかって窒息しちゃったりもする。お母さん、そういうの出してやる。お母さん、うん、今やっと目覚めた。ああ、よかった。手術こうすぐやるのね。このぐらいにやっぱり麻酔ギリギリじゃないとコイルにかかっちゃって。あ、なるほど、なるほど。うちの手術より目覚めは早いんですよ。へえ、ギリギリでいってるわけですね。すごい、すごいところに立っちゃった。こんな感動が待ってるとは。はい、よかった。よかった、うん、はあ、疲れた。お疲れ様でした。お疲れ様。うわ、よかった、うん、よし、じゃあ2階にヘビでも見に行きますか。はい、お願いします。お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。失礼します、お邪魔しました。こっちは何ですか。こっちは上になんだ、蛇とか生き物とか暖かい国の動物が、その小動物がいます。はい、小動物っていうのかな。まあ、いや、小動物です、ね。あ、じゃあ、部屋も暖かいです。暖かいところと寒いところがあります。じゃあ、ちょうど乾くんじゃん。ちょっと待って。どうですか。だいぶ乾き出しました。でも、ああいうのを見ると、ちゃんとションベンをするっていうことがいかに健康かって、なんかこうちょっと考え方変わってくるんだよ、マジで。なあ、でもあれだけ人がいてかけられたの一人だけですよね。すごい。うわー、これもどっか行くんですか。どっかは行きますけど。これなんですか。これフェレットですね。うわー、すごい。フェレットはこっち慣れてみますよ、これ。ほら、かわいい。ほら、これは何でいるんですか。これは自分のペットです。え、こパンクさんの。はい、へえ。ピロピロね、ピロピロね、ピロピロね。これどうなんですか、他の動物の匂いがしたりするじゃないですか、はいはいはい。そういうのは大丈夫なんですか。こいつらは比較的大丈夫ですね。トラを触った後にクマとか、クマを触った後にトラ触ろうとすると噛みつかれる確率が増える。それはどういうメカニズムなんですか。いや、なんかわかんないんですけど、敵とみなしてクマとトラはダメなんですよ。合わないんですか。合わないんです。でも例えばそれシャワー浴びて取れてるかどうかもわかんないですよね。いや、多分シャワー浴びたら大丈夫。洗っても無駄でしょうね。その日は触んない方がいいですよ、ね、あ、
もう一日ダメ、動物の中でウサギが一番スケベってほんまですか？だって、話した途端に交尾しますもんね。めちゃくちゃやるんでしょ？めちゃくちゃ交尾します。だからプレイボーイのシンボルマークウサギやっていう。まあそうでしょうね。だってものすごいですよ。前畑さんの家まで運んだんですよ、ウサギを。そしてオスとメス別々に、当然飛行機積んだり、車積んだりして、別々だったんですけど、畑さん家について話した途端にそのウサギがやったことは交尾ですから。パンクさんにとってムツゴロウさんとはどう、指定関係なんですか？どうなんでしょうね。もっと勉強しろっていうぐらいですから、指定関係なんですかね。でも改まってそういうふうに、なったことはないです。これ奥はどうなんですか？奥がここ、ここが暑いのが苦手な動物たちがここで、寒いのが苦手な動物たちがこっち奥なんですよ。うわー、なこれ猿ですか？これはミーアキャットですね。ミーアキャット、はい。これ怠け者？これ怠け者ですね。うわー、すごい。うわ、ちっちゃ。これなんすか？それは、カゴの中のは、エボシカメレオンですね。こんなちっちゃいんですか？はい。あ、どうぞ。これはなんでここにいるんですか？これは輸入されたばっかりです。ほんとに、まあ、これよりか。これイグアナ、イグアナですね。あとそこもヘビいますよ。うわ俺今まで見た中で一番でかいかも。これ何食べるんですか？この大きさだとウサギとかですね。やりも小豚ぐらいまで食べますけど。こっちはもう爬虫類ですか？爬虫類ですね。あと向こうになんか丸いカメがいますよ。ほら、ほんと丸いですよ。丸、そういう丸さ。こっちに丸いってこと？ほら、丸いです。丸、これあれですよ、ワシントン条約一種ですよ。だから扱いとしてはパンダとかトラと同じレベルで保護されてる動物。それだけ貴重ってことや。貴重ですね。カメ懐くんですか？カメ懐きますね。懐く、結構頭いいです。あ、そうですか。動きがゆっくりすぎてバカに見えるんですけど、結構頭いいです。アリクイですか？アリクイです。餌はアリなんですか？餌は、ひき肉とヨーグルトとあと、みかんとかパイナップルのジュースが好きです、ね。全然アリ怖いへんやな。うわ、あったかい。あったかいですか？あったかいですよ。こら、うまや。これここの温度をってことですか？この太陽、このライトで当たって温まってるんですけど、カメってあるんです、この気温が暖かいとかよりも。ちょっと待って、これなんすか？なんすか？これワニです。もうワニいるやん。ワニです。ワニやん。いや、なんで教えてくれないですか？いや、もう見てんのかなと思って。いや、見てないですよ。ワニを捕まえる人なんて言うんでしたっけ？クロコダイルハンター。クロコダイルハンター、はい、ね、の話に聞いたことあるけど、この前あれ手噛みつけられましたよね。そうなんですか？ロブ。あ、そうですか？オーストラリアのロブっていう人。はい、ローリングで。そうそう、噛みつけられちゃったんですよ、腕を。クロコダイルダンディに唯一嘘があるっつって、革ジャン着てんのはもう絶対嘘やっつって、シャツじゃないと、腕は持ってかれたけど革じゃないともう体ごと持ってかれるから着れへんから、腕はもう最悪切らさんとかねえで、だから絶対シャツなんやで。あいつ革ジャン着てるからだいぶクロコダイルハンターとしてはだいぶ低めやって。確かに、ね、その人の、はい、その主人公のモデルになった人がこの前腕を噛みつけられたんです。あ、そうなんですか。でもその人、あれなんですよ、半袖は着てないですけど、裸足なんです。裸足なんです。いつも裸足なんですよ、その人。あ、そうなんですか。変な人ですね。これ可愛いですね。ちっちゃい。ワニですか？はい。で、気象自体はこっちの方が荒いんで、まあ、ここは狭いからこっちの方が扱いやすいですけど、広いところで扱うんだったらこっちの方が僕いいですもん。おとなしいから。種類的におとなしいんで、すぐに寝るんで。こいつ凶暴だからなかなか寝ないんですよね。あれ、パンクさん、あれ本場ですか？はい、この噛む力、ワニの噛む力すごいじゃないですか。はい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 。でもこれ押さえたら全然上げられへんって。あ、本当ですよ。本当ですか？本当ですよ。両手あれば閉じられます。閉じられる。閉じられる。だってこれも何トンとかでしょ？そうですね。あの、この瞬間的に、この振り下ろす瞬間的な力は1トン以上、どう考えてもある。ある。うん。でも振り上げる力が弱い。
はい、開く力は弱いです。だってあのバンって噛むと歯がなるワニですよ、はい、歯がなくても人間の大腿骨ぐらいの粉々ですよ、あの折れるとかでも噛んだ部分がもう粉々になっちゃいますよ。イノシシの大腿骨もだって粉々ですもん。は僕実際に見ましたから、いやイノシシの桃が粉々になる。あイノシシもう中がもう粉々へ、うん、実際からぐしゃって本当にもう肉とかじゃ骨が潰れる音がしますもん。へ、うん、すげえ。いややばいですやばいですやばいです、来てますよこっち、うん、いややばいやばいやばい、蓋が取れねえなこれ。いややばいですよ、ほらうわ来た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 、なんか取れないでしょ。いやいやこれはやばいやばい、取れました、もう締めた方がいいっすよこれ、で出てきたらシャレになるんです、はい、ありがとうございます、もう大丈夫です、いいですか、大丈夫です、はい、まあまあ出てきたら出てきたじゃ捕まえますけど。倒れたら終わりですもん。いやいやいや。うわ開いてる口。うわ。うわ。いやーすごいなー。分厚いのモーターは今日。はい、いやほんま今日はちょっとまさかあんな感動的なところに立ち会えるなんて。ね。いや本当になんかこうなんていうんでしょう、生命のションベンかけられるところから蘇生されるところまで、いや分厚いロケになりました、本当にありがとうございました。すみません、ありがとうございました。